皆さんこんにちは、くだです。今回は久しぶりに焼肉キングの韓国フェア楽しんでいこうと思います。ということでいただきます。最近野菜を食べてなさすぎるんで、体のことも考えてたっぷり韓国海苔のチョレギサラダ、こちらからいただいていこうと思います。最近ね、ローソンで韓国フェアをやっていて、それをね2回ぐらい動画撮ったんですけど、その動画をきっかけに韓国料理熱みたいなものが燃え上がってきて、久しぶりに焼肉キング行きたいなということで今回来ているんですけど、やっぱりね韓国フェアめちゃめちゃ人気ですね。スシローと同じ感じで、前もってねアプリを使って予約をしてからね行っているんですけど、ピークの時間とか関係なくね60分待ちは当たり前みたいな、そんな感じなんですよね。そんなね大人気の韓国フェアは12月の上旬までやっているということなので、よかったらね皆さんも行ってみてください。しっかりね野菜も食べたところで韓国フェアの商品食べていきましょう。まずはトリプルチーズボールです。過去の韓国フェアの動画を見たことがある方ならわかると思うんですけど、毎回このチーズが伸びるか伸びないかみたいな、そういう問題でね悩んでたんですけど、今回はねちゃんと伸びてくれましたね。これをね動画で話したら、親切な視聴者さんが網の上で温め直したらちゃんと伸びますよというふうに教えてくれたんで、伸びない時はいつもそうしてるんですけど、今回はね2個ともちゃんと伸びてくれました。ありがとうございます。続いていただくのが韓国風フライドポテトハニーマスタードです。ソースの量が絶妙でいい感じです。自分の中で韓国フェアのメニューの中で一番好きなのはチーズボールだと思ってたんですけど、今回このフライドポテトを食べてちょっとね概念が変わったというか、チーズボールと同率1位に並びましたね。ポテトにかかっているのはハニーマスタードソースだけじゃなくて、よく韓国の揚げ物とかにかかってるスノーチーズパウダー、これもねいっぱいかかっててめちゃくちゃ美味しいです。秒で完食しちゃいました。やっぱりねフライドポテトとか揚げ物にはねコーラが飲みたくなるんですよね。焼肉キングに来た時は必ず毎回ね飲み放題をつけています。続いては焼肉キングの韓国フェアといえばこれですよね、チーズかけ放題メニュー。今回はねチーズタッカルビということで、白菜とチキン、これが入ってます。あとねピーマンとかも入ってるかな。これチーズがねいっぱいかけることができるんですけど、ストップとね言わなければもうどれぐらい乗っけてくれるんだろうっていうのをねすごく毎回気になってしまうんですよね。なんですけど、いざね店員さんを目の前にすると3回とかね4回ぐらいで、あもう大丈夫ですっていう風に言ってしまうんですけど、皆さんだったら何回ぐらいかけてもらってストップって言いますか？僕はねマックス多分6回とか5回ぐらいだった気がするんですけど、あんまりねかけすぎちゃうと具材とのね割合がチーズの方が上回ってしまってね、最後ねチーズだけを食べるみたいなことになってしまうので、かけすぎもねあんまりね良くないと思うんで、今回はね3回でとどめておいたんですけど、やっぱりね3回ぐらいがちょうどいい量でした。続いてはね悪魔的韓国おにぎり明太マヨチモッパいただいていこうと思います。こちらのメニューはこんな感じで自分で手袋をはめて具材を混ぜておにぎりにしていくんですけど、握っている時にふとね思ってしまったことがあって、これっておにぎりにする意味あるのかなみたいな、普通に丼みたいな感じでスプーンで食べればいいんじゃないって思っちゃったんですよね。とはいえね自分でおにぎりを握ることなんてめったにないというか、まあ家でもね自炊しないぐらいなんで、これもう自炊に入りますか皆さん。はい、ということで綺麗な丸になってるかどうかは分かんないんですけど、僕なりに一生懸命作ったおにぎりを自分で食べる、意外と悪くないですね。ということで具材のね説明をしていくんですけど、韓国のりネギ明太子マヨネーズたくあんですね、そしてカニのほぐし身が入っています。結構ね意外とシンプルなんですけど、これがね一つに混ざるとめちゃくちゃ美味しいおにぎりになってるんですよね。何よりねたくあんのシャキシャキ食感がすごくいいのと、韓国海苔の風味が美味しさの秘訣となっていると思います。続いて炙りすき焼きカルビ、炙って焼いていこうと思います。僕ねこれ大好きすぎて焼肉キングに来るたびに毎回注文してます。お肉にもともとソースがかかってるんですけど、このソースが甘辛い味付けで僕の大好きな味なんですよね。ご飯ともめちゃくちゃ合うんです。そこに合わせていくのがこのすき焼き専用トリュフ香る TKG、 このセットが半端ないんです。焼肉丼にするんですけど、一緒にね生卵がついてくるんで、これを溶いてかけたらもうオリジナル牛丼の完成です。
カルビはね、子供の頃から好きな部位で、本当にね、毎回焼肉屋さんに来るたびに食べてるんですけど、お肉がね、薄いことによって、もともとかかってた甘辛いソースがね、よく染み込んでいて、何もかけずにめちゃくちゃ美味しいんですよね。そしてね、このトリュフが香る卵かけご飯、もう最高ですよね。もともとね、生卵の黄身の部分がね、真ん中に乗っているんですけど、追い卵をすることによって、もっとね、卵感が増して、後半はね、スプーンでこういう感じで食べていきます。僕はね、毎回こんな感じで焼肉牛丼にして食べているんですけど、普通のね、白米ともね、もちろん美味しくいただけるので、好みで選んでください。これで一気に仕上がりました。ここから後半戦に行きたいと思います。ロゼプルダック炒め麺、こちらいただいていきます。見た目的にはね、そんなに辛そうには見えないんですけど、これがね、意外と結構辛いんですよ。真ん中に半熟卵があったと思うんですけど、これをね、崩してよく混ぜてからいただいていきます。これを食べたことある方なら共感の嵐だと思うんですけど、思った以上に麺がね、結構硬くないですか。硬いというとちょっとね、語弊があるかもしれないんですけど、結構ね、アルデンテ状態というか、ちょっとね、芯が残ってるような食感で、僕はね、結構麺は硬めが好きなんで大好きなんですけど、人によったらね、もっと柔らかい麺がいいというね、そういう方もいると思うんで、結構ね、ギャップがあると思うんですよね。あとはね、麺の温度なんですけど、結構ね、冷たいというか、温泉卵が入っていることによってちょっとね、冷めてるのかなっていう印象もあるんですけど、おそらくね、もともとから冷たいというか、あったかい料理ではないのかなというイメージですね。店員さん曰く、温めようとしてこの鍋を網の上に置くのは NG らしいです。続いて、キングカルビいただいていこうと思います。炙りすき焼きカルビと同じぐらいね、これも好きで頼むんですけど、五大名物にね、最近変わったと思うんですよね、名物料理が。五大名物になってからも残り続けているキングカルビと炙りすき焼きカルビは、やっぱりね、僕だけじゃなくてみんなもね、好きなんだと思います。つぼ焼きカルビとかね、ハラミ系もあったりするんですけど、やっぱりね、このキングカルビの味付けがたまらなく大好きです。ここで甘いものが少し食べたくなったので、ぐるぐる混ぜてね、キングスロッピーシミチョココーンいただいていきます。スロッピーシリーズも毎回頼んでいるんですけど、今思えばこれってぐるぐる混ぜてほしいんですね。一回も混ぜたことなくて、普通にね、上からすくって食べているんですけど、見た目も可愛いし、無意識で上から食べていたんですけど、今度はね、混ぜて食べてみようと思います。シミチョココーンは僕ね、子供の頃から大好きなお菓子の一つで、よく食べていたんですけど、それがね、この焼肉キングで食べれるとは思ってなかったんで、嬉しいですね。いろんなお菓子とね、コラボレーションしてると思うんですけど、このね、チョココーンとの相性は、まあそんなにいい方ではないのかなと思いました。シミチョココーンはそのまま食べて、アイスクリームはイチゴと一緒に食べるみたいな、そんな感じです。続いて、コグマパンいただいていくんですけど、店員さん曰くこれね、一度温めるみたいです。網の上に乗せて温めてくださいという風に言われたんで、網の上で焼いていきます。そのままにしすぎると焦げちゃうんで、こまめにね、ひっくり返しながら焼いていきます。で、いい感じに火が通ったと思うんで、引き上げていきます。こんな感じで熱々を袋に戻して、はい、焼き芋の出来上がりです。今までは焼いて食べてくださいなんて言われなかったんで、そのまま食べていたんですけど、焼いた方が全然美味しいですね。火の調整をせずそのまま焼いてしまったんで、中までね、しっかり火を通すことができなかったんですけど、表面はカリッと香ばしくなっていて、中はね、ほんのり温かい、そんな感じの焼き芋パンになりました。そしてさっきのね、スロッピーのアイスクリームがちょっとだけ残っていたんで、熱々のパンの上に冷たいアイスクリームを乗せて食べていきました。これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよね。さつまいもとアイスはね、めちゃくちゃ相性がいいということで、この食べ方おすすめです。黒蜜きなこアイスとかもあるんで、それで試してみてもね、いいかもしれないですね。デザートメニューを見ていたら、まさかの井村屋さんのやわもちシリーズのアイスクリームがあって、そっで頼んじゃいました。やわもちシリーズはね、結構コンビニとかで見かけるんですけど、食べ放題でこれが食べれるのは贅沢ですね。中に白玉が3つ入っているんですけど、この白玉がね、結構硬かったので、少しね、置いて柔らかくするのもいいかもしれません。なんですけど、黒蜜ときな粉がね、たっぷり入ってて、これね、めちゃくちゃ美味しかったです。デザート休憩が終わったところで、本日2度目のトリプルチーズボールいただいていきます。サイズ感がちょうど良くて、ついつい頼んじゃうんですよね。スノーチーズパウダー的なものが表面にかかっているんですけど、いっそのことハニーマスタードソースも一緒にかけてほしいです。これは間違いなく美味しいよね。
まだまだ食べていきたいんですけど、結構ね時間がやばくて締めの料理注文しました。旨辛カルビクッパです。この商品は韓国フェアとは関係なくて、グランドメニューでね通年あるんですけど、やっぱりね韓国料理といえばこの辛いスープですよね。これが食べたくなって注文したつもりだったんですけど、ご飯が入ってるとは思ってなくて、いやよく見たらカルビクッパじゃんみたいな、ちょこっと辛いスープが飲みたいなっていうテンションで頼んだんですけど、まあねお米が入ってるバージョンももちろん美味しいですね。辛馬のスープに椎茸とかネギとか卵がたっぷり入ってて、食べ応え抜群でめちゃくちゃ美味しかったです。ラストオーダーギリギリで注文したのがこのプレミアムロールケーキですね。名前だけ見るとローソンのやつをね想像しちゃうんですけど、中のクリームはね甘さ控えめで滑らかで美味しかったんですけど、周りのケーキの生地が思ったよりねふわふわ感がなくて、どちらかというとねパンに近いような食感でした。でもね味はめちゃくちゃ美味しかったです。ロールケーキを注文している時に横にあったねこのショコラケーキも気になったので注文してみました。食べ放題だし子供向けの甘いチョコケーキかなと思ったんですけど、さすがショコラケーキという名前だけあって結構ね大人向けのビターな味わいのケーキで、ちょっとねびっくりしました。そして最後にいただくのはやっぱりチーズボールですよね。名前にねトリプルと入ってますから、やっぱり3回はね注文しないとね僕の韓国料理欲は収まりませんということで、チーズボールで締めていきました。これで6個目のチーズボールなんですけど、全部伸びてくれましたね。はい、ということで動画内では映ってなかったんですけど、ジャスミンティーと黒ウーロン茶も含めた金額がこちらとなっております。全部美味しかったです。ごちそうさまでした。また会いましょう。バイバイ。